安倍内閣が総辞職、はい、通算3188日っていう歴代最長、うん、安倍内閣は16日午前の臨時閣議で総辞職した。安倍晋三首相の在職日数は第1次政権を含む通算で3188日、第2次政権以降の連続で2822日と、いずれも憲政史上最長。国家安全保障会議 NSC や内閣人事局を新設して官邸主導を確立した反面、財務省による公文書改ざんなど、政権長期化に伴う負の遺産も残したと、うん、はい、総辞職にあたり政府は首相談話を閣議決定、うん、残された課題も残念ながら多々あるが実現できたこともある。すべては国政選挙のために背中を押してくれた国民のおかげだと謝意を示した、安倍氏は2006年9月に、うん、戦後最年少の52歳、はい、めちゃくちゃ若かったですね。若いですね、首相に就任、昔の写真見たら本当若いもん、ね、めちゃくちゃ若いですね、うん、はい、だから今の、まあ、新しくできた菅政権でめちゃくちゃ高齢化しちゃいましたからね、うん、そうですね。ただもう世界今高齢化してるから、うん、トランプもバイデンも上だからね、うん、それ思うともうそうですよね、菅さんも若いよって、うん、感じまあ、人生100年時代ですから、はい、そうですね、はい、ただ、2007年9月に、うん、退陣したと、うん、その後野党の自民党総裁として、表舞台に返り咲くと12年12月の衆院選で旧民主党を破り約5年ぶりに政権復帰、経済最優先の立場からアベノミクスを掲げ底堅い支持率を維持、国政選挙で連勝するなど安倍一強と呼ばれる盤石の政権を築いたということですね。本当に長かったなと、うん、はい、いうことで、はい、まあ、お疲れ様と。そうですね、今日あの官邸のツイッターに、うん、あの1分ぐらいの動画が、はい、なんかありがとうございましたみたいな、あ、あった、はい、なるほど、動画が出てました、はいはい、いやもう、まあ、憲法改正とか拉致とか、うん、まあ、確かに目玉のすごい言ってたことはできてないけど、うん、それ以外のことは全部やったというか、うん、あの本当あの素晴らしい内閣だったと思いますよ。そうですね、はい、まあ、やっぱ長く続いたっていうだけでもすごいですからね、うん、あ、そうそうそう、いろいろ言われてても、そう、自由主義国家の中で長く続いたっていうのはすごいことですよ。そうですね、でもなんかあれですよね、うん、急にこう首相を辞任しますって言ってから、うん、なんか肩の荷が下りたのか、うん、急に顔色良くなってませんか。なってる。なんかあの今日なんかめっちゃ元気じゃねえみたいな、あの病院の診察も結構いい方向に行ってるっていう話ですからね、はい、うん、なんかやっぱこうストレスから解放されて、いや、あのバカな野党の相手をしなきゃいけない、答弁でね、本当あのバカな野党の相手するって思うと、うん、ちょっとダメだ、あの体おかしくなると思うよ、うんうん、俺嫌だもん、ま、人生であのあいつらの相手するってなんか嫌じゃない、クレーマーですか、くだらない、そう、クイズ出されてみお前知らない、こんな憲法のこれも知らないのか、何条の何項言ってみてくださいみたいな、そんなの知らないのか言っといて自分を間違ってるっていう小西なんかこれも知らない、こんな基礎的なことも知らないのかって言っといて自分も間違ってるっていうバカバカしいでしょ本当に。もう今コメントに奥もらっても嫌だっていうのがありましたけど、実際総理大臣の年収で考えるとそんなないですからね、うん、はい、うん、そう、だから年収に見合ってるのかなって、4000万ぐらいかな、うん、なんだかんだあの総理大臣の年収、あれはただ1日も休まなかったわけでしょ、 100何日、はい、あのコロナが、はい、なってからとかでしょ、だからちょっとそのきついよね、うん、アメリカ大統領よりは実は高いんだよ、うん、だからアメリカ大統領って一回辞めると、はい、その後ずっと講演会で食える。そうですね、まあ、あのクリントンとか、そう、一発の講演会で400万とか800万入るからね、うん、もうそれでずっと食える、半端ないですよね、半端ない金が入ってくるっていうのがあるから、うん、いいんだけど、日本ってね講演会カンナオトとか全然声かかんないでしょ8万円払えるか、いや、カンナオトなら、うん、もう金もらいたいぐらいですよね。そう金もらってもいかねえよ俺ら10万払ったら話していいよみたいな感じですよね、本当にそう、でも巨額の金がアメリカ動くから、まあ、日本の総理大臣ってね、なかなかね、うん、あれだから、でもちょっと4000万って安いような感じで、あの激務だからね、うんうん、そうですね、はい、いや、しかも四六時中監視されてるわけじゃないですか、うん、あの首相同棲とかに、はい、もう何時にここ行って、うん、何時に誰と会ってみたいなこともつまびらかにされちゃいますし、うん、はい、まあ、なかなかストレスは、うん、それをもう7年8ヶ月ですか、はい、もうやっていたっていうのは相当なストレスだろうなと、うん、ね、うん、福田の講演会とかも嫌だよね、自民党だけど
私はあなたと違うんです。本当。でも鳩山のはちょっと聞いてみたい気がしますけど、ね、鳩山ちょっと見てみたいっていうのは、ね、逆にね、はい、どんな奇跡なことを言うのかっていう、うん、はい、それはちょっと見たいなって、はい、というところで、はい、安倍政権がついに、うん、まあ、今日で総辞職したということですね、はい、で入れ替わりで、はい、菅政権が新たにできましてですね、はい、まあ、これから国政に当たっていくということなんですけども、はい、まあ、対抗馬、はい、新生立憲民主党ができたとすいませんいうことなんですね。新生ってことはいらないよね。新立憲民主党ですから。あの立憲民主党はもうないんですよ。もうないのか。あの立憲民主党がなくなって、はい、立憲民主党ができたっていう、もう昔の名前で出ていますからね。これ、はい、演歌の世界ですよね。本当にこれ、はい、なんか未来の人は混乱するでしょうね。混乱するね、うん、違うと。特にこの政党史なんかを、うん、なんかこう学んでる将来の学生とかが、うん、立憲民主党がなくなって立憲民主党誤植かなみたいな。そうだから、あの菅内閣の菅内閣気が動転するよ、ね、気が動転え、ここでっていう。そう、立憲民主党 2.0 みたいな感じで、そうちょっとこう変化があったらまだよかったんですけど、うん、はい、立憲民主党は立憲民主党っていう、うん、変わらずなので、はい、まあ、ちょっと分かりにくいんじゃないかなと、はい、そんな新生立憲民主党が結党大会を開き、うん、2017年秋に分裂した旧民進党以来の規模となる150人の野党第一党が発足した、はい、うん、まあ、言い換えると民進党に戻ったとも言えますよね、うん、はいはい、これは、枝野代表は早期の衆院解散観測を踏まえて政権奪取へ決意を表明したが、会場の雰囲気は低調、うん、まあ、幹部人事も、はい、まあ、福山さんがそのままだったりとか、特に高揚感のない、はい、ないないない、船出になってしまったと、はい、要因の一つが抜擢のなかった人事であることは間違いない。枝野氏が発表した新役員19人は全員民主党か民進党に所属していた面々、うん、このうち14人は56歳の枝野氏より年上か同い年で、40代は代表選に挑戦した泉健太政調会長だけだ。党の顔となる中核ポストへの女性起用もなく、若手の一人はこれでは熱気が出ないと漏らしたと、うん、いうことで、はい、まあ、それはそうだろうなと、うん、熱気も何もない、うん、だって立憲民主党なんだからと、うん、ただ数がまあ移動しただけの立憲民主党で、うん、まあ、今後も、やっていくということなので、うん、はい、まあ、多分安倍政権に対してやっていたようなことが、うん、そのまま菅政権でも繰り返されるんじゃないかなと、はい、そうですね、ただちょっと数が増えて、うんうん、でなんか国会の質問に立つ出番もちょっとなくなる人も出てくるんじゃないですかね、はい、こうなるとなんかやっぱ苛立ってこう立憲民主の質問とかした時、はい、安倍さんもあの人格がいい安倍さんがさ、はい、意味のない質問だよとか言ってやじとか言ってたじゃない。菅さんも言うのかなと思うよね。菅さんやじ飛ばすんですかね。ねえ、意味のない質問だよ。そういうイメージがないですよね。そう、やじ飛ばしている。そうそうそう。うん、もうないですけど。あんなやつの相手したくないでしょ。そうですね。はい、やっぱ立憲民主党も、はい、結構存在感を出すことに必死なわけですよ。うん、はい、だ存在感を出そうとして。うん、バッと言ったことがブーメランだったなんてこともありますからね。かはい、それまた時事通信が書いてあるんですけど、はい、枝野氏、うん、過去に辞助言及と、はい、新立憲民主党の枝野幸男代表が早くもブーメランを自民党の菅義偉総裁が掲げる社会像辞助、共助、公助の辞助を批判していることをめぐり、過去に自らも言及していたことが15日分かった、はい、2005年に国会で生活保護はまさに自助、共助公助だと発言した。菅さんのまんま言っちゃったと、はいはい、枝野氏が官房長官だった11年に政府与党がまとめた税と社会保障一体改革の文書にも、うん、自助共助公助の最適なバランスで支えられている社会保障制度に改革と記載があったと、はいはい、いうことですね。そうですね、まあ、だからもう特に、はい、まあ、これ普通に言われる言葉なんだね、永田町 で、 そうです、ね、だから次女、うん、菅さんが次女の人だっつってわーって、はい、ツイッターとかでもさ、なんか国民国は何もやってくんないよみたいな感じで言われたんだけど、はい、いやいや枝野だってそうじゃんというだけのことですよね。いやしかもなんか安倍有雄内閣と、はい、この枝野さんはこう菅政権を、はいはいはい、こうもうなんか罵ってるんですけどはい、はい、アリューって考えると、はい、なんかこう立憲は得アリューじゃないですか。そう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 。だからなんかその辺でこう、はい、うまいことやっぱ対比作れるようになるほど、ね、やっぱこう枝野さん考えてんだなと。なるほど、うん、深いね枝野。これもう多分こういう批判来るだろうなっていうのを想定しておそらく言ってるんだろうなと、はいはい、
というのが見えましたね。確かにね。でさらにですね、はい、あの立憲民主党の枝野さんじゃなくてあの、はい、蓮舫さん、はい、いますけれども蓮舫さん懐かしい、はいはい、今日あのツイートされてまして、はい、新内閣発足でも数々の疑惑問題はリセットになりません菅総理と国会論戦いつでも準備はできていますと書いてるんですけど、なんかこう二重国籍っていうのをこう差し出したわけで問題はリセットになりませんと、はい、いうのはやっぱ投げちゃうあたりが、うん、強さですよね。確かにね、この辺は、はい、お前こそノーガードで打ち合ったらやばいよいや本当にだから立憲民主党ってなんかいい選手いるんですよね、はい、いい選手いるんだけども、それなんか政権担える人たちじゃないっていうのがじゃない方のね、うん、オールスターなんで、ね、まあ、お笑い担当ですからね。そうそう、お笑い担当だからね、残念だから、はい、菅さんやっぱあのあれやじ飛ばさないで睨むんじゃないかって書かれてたそれ朝日新聞とか写真撮って載せそうですね、うんうん、あの目で、うん、刺すような目で、ゼルウェーブさん、与党野党第一党も新スタートになりましたねと、ぜひ国益と国民に寄り添う政治をお願いしたいですと、頑張れ菅さん、枝野は寝てろと、はい、寝てろネガティブな意味で、そうですね、笑顔の寝ててほしいですね。そうですね、はい、ということで、まあ、菅政権にはまあ期待しつつ、そうです、はいはい、